さあ、かかった模様です。ノリがいっぱい出てる。ロープ出していて、何ザメでしょうか。サメなんすかね。バラムツでしょうか。サメはもう確定なんすか。確定です。でかいするまでしょ。やりかです。あ、やりか。結構引く？いや、引かない。夢か。潮の流れ早いっす。うん、だいぶ向こう行ってんだよ。落とせば食えんじゃん。食うんだよ。台風の後だからね。はい。ノリはいいのかもな。注射器じゃない。はい。さあ、重い感じ。重いですね。まだサメの動きは見しないんだ。はい。ちょっと潮の向きが嫌だな。普通に止めとくと、いや今動いてないですけど、普通に止めとくと船下に行くなタイプになる。さあどうでしょうか。あとまだまだでしょ。まだ300メートル以上でしょ。300ぐらい。作戦を。あそこやばくない？もう暇になってます。陸があるよ、陸が。オキアミとかもまた持ってきたんですけど、さすがに坊主だとやばいなと思って、とりあえずサメで様子を見ようかと思って、釘がなければオキアミに変えたかったんですけど、もうすぐ、引くな。ああ、サメだな。1投目ですよ。バレたり切られなければ坊主回避なんですけどね。最後まで油断できないんで、このまだ数百メートルあるんで。バラ？いや、そういう引きではないですね。
くある当たって上がってくるまで分かんないっていう、かかってるか分かんないっていう状態ではないですか。うん、そうだね。よくある朝一のもみじだっていう話もいかがですか。可能性としてはありえますね。その深海調査で一番出会えるサメがもみじザメとユメザメだって。そうだね。80% ぐらいの確率で。僕らの中では普通種です。みんながさ、夢覚め生で見てみたいって方はぜひ行きましょう。来てください。どんどん食べてみたい方も来てください。6分48秒。なんか俺のも来てるっぽいけど、こっちは期待持てますよ。餌が小さい、いつもと逆です。でもなんか導入の時はくちゃくちゃだったからな。上がってくるときは魚真ん中で魚メインで、うん、もみじだね。ガンガン来る。20キロ級ではない。そこまではないですね。10キロ級だ、はい、あっても冷蔵庫いっぱいになるじゃないか。またそうだね、いい感じよりはね、はい、当たりはまあまだ1投目だから何とも言えないけど、たまたま当たったのかもしれないし。ここは有力なポイントに近いとこなんで、あ S ポイントですね、はいはい、この近場でホオズキも出てますね。ね、釣ってみたいですよね、はい、ゆうまくんの竿には赤いのはかからないんです。ちょっとオレンジっぽいのとかかかるけどね。でも赤むつ止まりですか。止まりでも赤むつだったら最高だけどね、はい。っていうよりは首振って抵抗します。あれじゃねえの、なんだ、鎧じゃなくてなんだっけ、あの細長いやつ、ヘラツノか、ヘラとか相模ザメとか。まだ釣ってないやつ。そう、釣ってるのは何回も見たことある。3回しか見てない、ね、はい、4回か。女の子も釣ったもんね、はい、でもあれは俺の竿だから。もう引く、今ね、引く、あと200ぐらい、いや、もうあと150ぐらい。家でちゃんと筋トレしないと。ほら、毎日欠かさず30分やってますから。腕立てとは違うんです。腕立てとは
違うんじゃないの、その筋肉は。家でやるか、本当にダンベルもちょっと違うんで。筋肉に聞いてみればいいんだよ。手巻き深海の場合はどこ鍛えればいいですか。離れてるから絡んでるってことはないよね。そうですね。サーモン動かないし。絡んじゃうと記録にならなくなっちゃうからね。はい。18キロぐらい、20キロはねえか。もみじか。いや、相方の家じゃん。ハローか。あ、でかいね。久々の。こいつですね。いきなりでかい。ハローか、元禄っぽいですね。そうだね。おめでとうございます。ありがとうございます。久々のこのサイズですね、アイタメ系だと。そうだね、10キロありそうですね。10キロは軽くあるでしょう。ありがとうございます。よし。